ジョエル・ピーター・ウィトキンはアメリカ合衆国の写真家。ニューヨーク市ブルックリンクでユダヤ人である父親とローマカトリック教会の母親との間に生まれた。写実主義画家のジェローム・ウィトキンは双子の兄弟にあたる。しかし両親はウィトキンが若かった頃、宗教上の違いを超えることができず離婚した。ウィトキンはブルックリンのストリート、サシリア、エスグラマースクール。 グローバー・クリーブランドハイスクールを卒業し、1961年から1964年のベトナム戦争期間中、戦場写真家として働いた。1967年、フリーランスの写真家となり、それからシティ・ウォルス・インクの公式カメラマンとなった。その後、ニューヨークのクーパー・ユニオンに入学し、彫刻を学び、1974年には、 学士号を取得した。コロンビア大学から奨学金を得て、アルバカーキ市のニューメキシコ大学に学び、そこで美術修士となった。ビトキンは、事故の想像力と感性は、子供の頃、家の前で起こった、交通事故で少女の首が切断されたのを見たことに影響されたと語っている。それは、日曜の朝、母が僕と双子の兄弟を連れて、 家の階段を降りていた時に起こったんだ。僕たちは教会に向かうところだった。ビルのエントランスを半分降りたところで、激しい激突音と悲鳴、助けを求める叫び声が聞こえた。事故には3台の車、どれも家族の乗った車が巻き込まれていた。混乱で僕はいつの間にか母から離れていた。 歩道の縁に立ってひっくり返った車の一台から何かが転がり出たのが見えた。僕は歩道の縁に突っ立ったまま動けなかった。それは幼い少女の首だったんだ。僕はかがんでその顔に語りかけようとした。何か喋ろうと、でも僕がそれに触れる前に誰かが僕を引き離した。さらにウィトキンは家族の揉め事も自分の仕事に影響したと語っている。 ビトキンの好きな画家は、ジョットだが、作品に、最も影響を与えているものは、シュルレアリスムとバロック美術であることは明らかだ。撮影技法に関しては、初期のダゲレオタイプ並びに、E.J. ベロックの作品から学んでいる。ビトキンの作品は、死、死体、精神症、性転換、半音名、身体的障害者など様々なアウトサイダーといった、テーマを扱っている。 ウィットキンの盗作した活人画がしばしば有名な古典絵画の宗教的エピソードを彷彿とさせるのは、その写真のトランスグレッシブアート的な性質のせいで、ウィットキンの作品は作詞という烙印を押され、時には世論に衝撃を与えた。ウィットキンの芸術は挑発的であるゆえに、社会から無視されることが多かった。ウィットキンは写真制作の物理的プロセスに対して、 高い直感的なアプローチを使っていて、その中には、ネガフィルムに傷をつけたり、プリントを漂白あるいは色調変換、薬品の中に手を入れる焼き付け技法などが含まれる。この実験は、ある女性と、フレームから傷をつけられた元恋人の写った19世紀のアンブロタイプ写真を見てから始められた。ありがとうございます。